さて、今回も、BO3 やっていきたいと思います。今回はドミネーションで、ピュリファイヤーの、こっちのスペシャリスト名は、ファイアブレイク。これは火炎放射器で、前回使ったけど、アシストしかできなかったね。ランダムに入れておこう。で、今回使う武器は、レーザーバック。SMG で一番驚異的な命中率を誇る。ただ、連射とダメージが低いね。なので、正面にベストパート合えば、まあ、勝てないよね。連射力、ベスパーの、まあ、半分以下で、ダメージがベスパー以下だもんね。普通に撃ち合ったら勝てないんですよね。で、一応、ベスパーか、まあ、ライトマシンガンか、KN だな。ベスパーじゃねえや。レーザーバックですね。とりあえずレーザーバックを使います。ドミネーション。さあ、パーティーを始めようぜ。楽しめそうね。目標を出す。G 確保マジ開か。始。チャーよリーし。占拠。みんなベラボーに行くアぞ。ルファ占拠。行くよね。行くね。めっちゃいる。ああ、入れなかった。地味。後ろ後ろ後ろ。上倒したかな。まずいな、ここにいたら死ぬぞ。本当に一人ね、 A 前で一人待ってるよね、あれ。完全に UAB 接近。中か。 B を失うぞ。ちょ、どうしよう。ナイス。裏いるな。さあ、アシスト2回 B 取られたんで、すぐ取り返しに行こう。どうしたかな。ダメだな。裏から、みんな裏から行くならいいや。ナイス。裏面、ああ、ダメだな。ヘビスト裏から来てたが倒したかな。ブリッジ。どっち行った？あ、やられた。アルファ取ってもブラボーにはつなげないよね。例えばブラボー行くのも難しそう。仕留めた。B 確保開始。ケムリンで見えないね。どうしようか。アルファ行っちゃったらリスイッチが変わっちゃうんで、とどまっておきたくないな。UAB 接近。こっちのか。来るね。来たな。あ、まずい。裏に見えた。裏来てるな。てか、ロボットか。サイス。ブラボーを失うぞ。いつの間にかブラボーを取っていたのか。行かないとね。ブラボーを占拠された。このマップは結構屈指の苦手だな。いや、得意なマップがね、一応得意と言えるのは1個しかないんですよね。そうか、 B を取りに行くんだもんな。味方か。びっくりした。危な。こっちのベテラン。さあ、行こう。お、入っただけ。こっからどうすん。おい、復活する、復活する。倒したかな。ナイス。UAB が敵に破壊され早た。いな。チャーリーを失うぞ。アルファ確保開始。全地点確保。BBB、ブラボー、ブラボーに走れ。敵 C 占拠。ガーディアンを切る。
ドラボを失うぞ。どこに置こう。カウンター UAV 置いて。あ、しまった。めっちゃ見てた。もう今ガーディアンどこに置こうっていうのですごい迷ったの。こうでいいな。こうでいい。とりあえずはあれでいいや。あ、で B 取りに行かないとね。もうちょっと前に置きたいな。まだいるよね。ガーディアンキル。お、強化セントリーでも置いた上に置いてるな。要塞になっているここは。あ、そっちってか敵ばっかりだいぶ突っ込んだんだな今。上にいるぞ。でも死んだよね多分。この戦いでの教訓を生かして次のラウンドで勝てばいい。おお、ピュリーファイヤー行こう。いい確保。裏から来ないんだよ。ガーディアン壊れる。見えん。おっと上にいるな。行ってくれ。B に行こう。ヘルストーム接近。ピュリーファイヤー。見えん。見えんが。ちょ、ごめんごめんごめん。よし。嘆いても仕方ない。まだやるべきことがある。まあでも接戦だ接戦。競っている。レーザーバッグにレーザーをつけている。一応3回取ってるんですね。ピングは34か。だから1から100まではピング4本なんだね。結構幅があるっていう。ブラボー行くの早いな。うわーまずいまずい。しくったしくった。おっと違う、落ちてない。裏回りに行ったあいつ。あー、後ろ。よっしゃ。 UAV を飛ばせ。とりあえずね、足止め用に置いておこう。くそ、裏怖いまだいるまだいる。上か上で。上じゃない上じゃない。危ない。上にもいるよ。でもしまった。下か、下じゃないよな。下から上に行く。そうしようか。待って、今どうなってる。リスチャープこっちだよね。おお、チャーリーを占拠された。いや、まあそれはいいだろう。 UAB 接近。 B に行こう。 B にブラボー確保開始。ブラボーに行こう。ブラボーに。あ、まずいまずい。死ぬ死ぬ。壊すかどうしよう。すごい下がらないと壊せないんで。ここだな。誰か撃ってくんないかな。あれカウンター UAV じゃない。よし、カウンター UAV 接近。味方のかな。さあちょっと一旦前線下がってたんで上がり直そうか。怖っ、そこら辺にいるな。おっと、よし、とりあえず P 死守だな。ただ裏取られるぞこれ絶対に。行ってくるか。ああ、いいね、味方が行ってくれたな。まあでも行こう。上下だなこれ。うわ、行っちゃったね味方。総理
死にかけだったな今。あーきついきついきつい。あーダメだ死んだ。敵がライトニングストライクを出撃させようとしている。敵ライトニングストライク接近。敵ヘルストーム接近。危ない。前だけだな。 B 前のみにしかいない。死んだかな。横に一人いるんだよね。あいつがどっちに行くかだな。行くしかないのか。あそこ背だからな見えん。よし行こう。ちょっと一旦横見た方がいいかな。よし手前に投げる。おしまった。残っとけばよかったな。せめてんどこだ。ここ B 裏じゃない C に行く直前にある。アルファ取れってことだね。じゃないしチャーリー取れってことだ。 BBB どうしよう。ピューリファイヤーしまった。まだ勝ったわけじゃない。作戦と違う。中結構いたな。でもまなんでなぜいる。大丈夫か。上にいるな一人。ちょ待って、どこ6秒前あいつどこにいたの。6秒だっけ。確かそんくらいだったはずなんだけど。下にでもいたのかな。14、10。お、勝利ですね。わあ1人強いな。61。どうやったらこの戦いで61もできるんだ。大した相手ではなかった。じゃあ一応勝利ですね。任務完了だ。ドミネーション。じゃあみんなでランクが高い。強化した体の前には勝ち目などない。さあピュリーファイヤーでの戦いはあれだね。1ラウンド目のラストのみだね。2ラウンド目はちょっとね失敗しましたね。さあまあ武器レザーバックは安定していて強いんですが、まあたまに打ち負ける分ではそのまあ威力不足を感じますよね。でラピファあるかな。ちょっとアタッチメント見てみようかな。何があんのこれ。全部使えるようになればだいぶ変わってくると思うんだよね。サプレッサーはねもういらないよな。でも射程あんまり変わんないか。ここにロングバリル入れたら総裁じゃないの。まあラピファと FMJ だな。があればまだいけるかな。もうちょっとねこの命中精度っていうのはもう抜群なんですよ。あとは威力だな。ではまた次回お会いしましょう。